やっちゃうよ、ラジオの質問で今日もやっていくんですけど、今日はね、おすすめデッキ4000ということでね、おすすめの、まあおすすめって言ってもね、まあ今非常に多く使われているっていう感じの、デッキをね4つ紹介していきたいなと思います。ということでね、まあ俺のおすすめもあり、今日ねバーってグラジル回してて結構当たったのがね多かったみたいな、そんなデッキをねちょっと紹介していきたいと思います。ということでまず一つ、これ一番流行ってます、スパーキーベッカー、スパーキーベッカーじゃない、おかしいな頭が、スパーキートリトンですね。でテンプレのゴボリのところがトリトンになってるんですけど、これがねめちゃくちゃ強くてマジで強いですね。あのね、トリトンが今めちゃくちゃ強いんですよ。で多分それは他の人の動画とかをね見てて多分わかると思うんですけど、トリトンね今めちゃくちゃ強い。3コスやっぱこのクラロアっていうゲームね、あのコストが一番やっぱ大事で、そうコストが1下がるってことはね結構やっぱ変わりますね。でお手軽になった分、まあ基本的な動きとしてはもう初っ端にケツスパーキーをして、トリトンがある場合のみなんですけど、スパーキーをして、逆サイになんか攻撃されたやつを全部、キング前ぐらいにトリトンを置いてヒュンってね引っ張ってスパーキーでね打ちまくって、でそれで片方のサイドにそのスパーキートリトンの形を作るみたいな感じ でそうするとね、カウンターの形もだるくて、なんか出したマスケとかも全部手前にピュッて引っ張るから、でしかもその射程がね中距離ってなってるのか、7なんですよ。マジアチャと同じなんですね。でマジアチャってめちゃくちゃ射程長いイメージあるじゃないですか。でそれと同じで、だからピョンって引っ張ってくるんですよ。そうだからね、あのね強い本当に、うん、なんでマスケとかよりも射程が長いので、でターゲット取ったらその前にね、スケとか挟まれても一回最初ターゲット取ったらもうそれを引っ張るんですよ、トリトンは。そうなんで、マスケとかタゲ取ってピョンって引っ張ってスパーキーでバーンっていって、なんかあとはアイゴレのね逆サイ誘導とかこのメガゴとか、ダックプリとか、逆サイ誘導されるそのアイゴレをピョンって引っ張ってそれをバーンってスパーキーで打つから、あいなんでユニット逆サイ誘導がされなくなる。だから細かい系とかそういうのに結構強くなるですね。もうで細かい系のデッキのマスケとかねアイゴレとかそこら辺をぶち抜いちゃえば結構終わってくるんでね、相手が。そうなんで結構強いかなっていう感じですね。もうほんと初手ケツスパからの逆サイガン攻めを取り飛んだけで軽くパンパーンってスパーキーで処理してっていうのがねすごい多いです。はい、2個目こわつですね。はい、でこれはめちゃくちゃ多いわけではないんですけど、そこそこ多いですね。そこそこ多くて、しかも今このスパーキーとか見てもらえると分かるんですけど、そのウッドがないあんまり環境 でスパーキーが流行りすぎてるんでほぼザップになってるんですね、呪文がとか、まあ、ライトニングだったり、そうライト雪とかね、そんな感じになってるんでね、まあ、コツがシンプルに強いですね。っていう感じになってます。はい、なんで、ウッドがね、ちょっと少ないんで、まあ、まあまあまあ強いですね、コツが。はい。なんで、今、スパーキー対策で、結構、なんだろう、呪文がすげえ散らばってるんですね。ポイズンもいれば、ファイボンもいれば、ライトもいれば、こういうロケットとかもいる。まあ、ロケットは少ないですけどね。言うても、コツぐらいにしか入ってないんで。まあ、ただ、小型呪文も散らばってて、ウッドが多分一番少ないと思うんですね。今、ザップとか雪が多いんで、はい。なんで、コツがおすすめです。はい。3つ目は、まあ、まあ、おなじみのですね。俺の、嫌いなデッキナンバーワンのクロスなんですけど。まあ、たまに使うとね、面白かったりするんですけどね。いつも俺はその、橋渡って、クララやるマンなんで、たまにね、こうやって橋渡らないで、引きこもってやると結構面白いんですけど。まあ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 って感じですね。まあ、おなじみの。まあ、ただデッキの完成度がね、ちょっと高すぎるんで、なんで下方来なかったのかなって、もう、ポノス全員で祈ってたんですけど、下方来い、下方来い、下方来いっつって、来なかったですね。残念ながら。はい、ということで、ね、クロスですね。まあ、これはもう安定の、何も触れられてない。しかも、やっぱトリトンとかにもね、やっぱ、ちょっと強いんで。うん。トリトンやっぱ、施設にはね、ピューって自分から行っちゃうんでね、音と音とって感じなんで、敵陣に自分からね、飛んでっちゃうんで、まあ、そんな感じですね。うん。引っ張られるものがそんなないっていう。で、最後ですね、俺の大好き、ペッカですね。で、ゴーストが、情報されたことによって、範囲が、攻撃範囲が 0.8 から、1に伸びたんですよね。うん。なんで、で、ダックプリが 1.2 から 1.1 になって、ほぼ変わらなくなった。ゴーストとダックプリの範囲攻撃が。なんで、今、ダックプリだった枠が、結構ゴレとかにもね、ゴーストが入れられたりしてます。はい。で、これでね、が多いですね。はい。めっちゃ言いそうなんだけど、この後も。はい。ということで、まあ、トリトンですね。これも、さっきと同様で、ペッカって、やっぱり逆サイ誘導されるんですよ。アイゴレとかで。うん。そこら辺のユニットを、もうペッカトリトンの形を作るだけで逆サイ誘導される心配がね、ゼロになります。はい。
で、マスケとかも引っ張ってこのペッカでズシャンと行ってくれるという感じで、もう非常にねいい組み合わせになってますね。もう逆サイ誘導されない。でしかも、ちゃんと場所を覚えればトリトンでね、あの流行りのゴーストとかでキング起動できるんですね、トリトンだけで。うん、場所とかね後で解説したいんですけど、もうグラチュラでもうこのゴースト引ければいいんですけどね。まあてな感じでやっていきたいと思います。グラチュラをね回していこうかな。はい、このデッキですね。まあこのデッキでやろうかな。ちょっとまあペッカトリトンに関しては俺その使ってなくて、ペッカ工場はねやっぱちょっと長く使ってたんで、個人的にはねユーノをね使ってるんですけど、こっちはねまあでも使われた感じね、めちゃくちゃ強かったんですよね。そう、あとマジアチャとかも結構マジアチャ多いんですけど、今マジアチャとかもここら辺の時にトリトンこの辺出してピュッて引っ張ってキング起動できるんですね、この射程で。はい、やばい、これペッカですね。やっぱダックリにはペッカ合わせるってもう決まってるんで、多分相手もペッカなんじゃないかなって感じですけどね。スパキースパキーだなー、どうすっかなー。まあこっちどうせ何かしらで盾挟んでくるんで、よいしょ、はー、いいよ、センキュー、これ一発いけいけ。あー、前のペッカなら行ってました今。はい、ということで、まあまあまあ、この辺でね、トリトン、シュンシュンシュン、ピューと。で、これで、両サワー、両タワーからね、もらう感じで、でしかも、攻撃遅延が入るんで、で、ここはまあ、ライトぐらいしかないんでね、こうやってやっていって、スパーキーもないんでね、で、これ出してきてユニット、こうやって引っ張るんですよ。で、これ引っ張られてる間、ユニット、相手ユニットはね、攻撃に遅延が入って、あとは、こうやって、この青いモードになるじゃないですか。これは、攻撃に遅延が入ってるのと、あとは、引っ張られてる間はね、攻撃できないんで、はい。なんで、ね、めちゃくちゃいい感じですね、トリトン。個人的には。そう、とりあえず真ん中に出しておけばいいんですよ、今の時代。あ、あれだ、これあれだ、ペッカ殴れないんだ、この。うわ、射程変わってるから殴れないんだ。うわ、出たー。で、これでトリトン出すじゃないですか。で、あとはザップ構えるだけで、もう出してきたやつ全部こうやって逆サイド、バーン、バーン、バーンっていう感じでね。めっちゃいい。はい。はい。で、はい、出しますよ、と。で、もう一回たけたらこうやって飛んじゃいます。やばいやばいやばい。これ引っ張っちゃうから。で、ペッカでバーン。これやばくない？これ。これやばくない？結構。いいよ。やばい。知らん間に3くらいいってる。相手のトリトンはそうでもないという感じで。まあ、俺のトリトンだけ強いですね。はい。なんで。まあ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 、これはもう多分サンクラコースでしょう。一発、OK、センキュー、センキュー、センキュー。いや、よいしょー、はい、ということで、見ました今の。やばいでしょ、トリトンね、来てるんです。来ちゃってるんです。で、来ないかな。次にまたゴーストが来なかったら、最後に、キング起動のね、位置だけ、紹介して終わりたいと思います。ここに出せば、大体にってはキング起動できるっていう、そういう位置があるんだよね。これを紹介して終わりたいと思います。やっぱペッカ行っちゃった。まあ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 、ゴーストね負けるんですよね、ランバーに。こいつほぼね瀕死まで行かれるんで、ほら見てください、これえぐくない？やりすぎでしょ、もうやりすぎのカメラがそこまで来ちゃってるよねってこと。とりあえずこうトリトン引きます。とりあえずケストリトンね、陸ユニットにはケストリトン合わせて安牌なんで、逆にソラユニットに合わせるとね、メガゴとか結構溶かされちゃうんで、これ敵陣地行って多分ペッカがタワー折ってくれます。おー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 、これメガゴいるんでこれ出しちゃうか。うん、オッケー。微妙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 。オッケー。そうですね。これトリトン、これゴースト入ってなさそうな顔してますね。またてか、またスパーキーですね。これが、こう2連続で引くっていう、めちゃくちゃ多いんですよ、マジで。スパーキーが。はい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 。これあれですね。ゴースト型の。お？ゴースト型だったらいいじゃん。よいしょ。よいしょ。さすがに待ってくれる。あー、これやばい！キング起動される！頼むから、頼むからしないで。やめて、危ねえ。よいし
パーキー来ましたねと。でもこれ、おや、まあ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 、まあ、オッケーオッケー。結構こういうユニット最短でこっちにペッカ出して、うわだりー、それはだるい。オッケー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 、いい感じいい感じ。これ多分逆サイドされるんで、トリトンつけて、いーよいしょ、ブン、オッケー。これ一発ずつ欲しいよ。欲しいところ。OK。ワンチャンこれ多分相手のね、呪文がファイオーだったと思うんですよね。なんで、とりあえずマジアチャとかを出していき、とりあえずいっぱい一発打たせ、一発打たせマンからのですね。よいしょ。で、トリトン出していき、こっちにはゴースト。よいしょ。オッケー。やばいやばいやばい、もうこいつはすごいことになるんだよね、マジで。オッケーオッケー。よいしょ。いいですね。いや、引っ張っちゃう。これが遅延だって、マジで。しかもちょっと遅延入ってるっていうね。ここペッカ出していきます。よいしょ。で、これ逆サイドには、トリトン。なあ、遅かったー、もったいねー。これトリトン。トリトン活躍フィーバーのポイント、おーミスった、ザプッチした、間違えて。トリトン活躍フィーバーのポイントだったのにな、今。でもこれ。一発、入れーやー。これポイズン削っていきます。はい。よいしょ。いいよ。ヒュン、オッケー。熱いですね、と。逆サイトリトン。はい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 。で、ゴースト。で、工場ですね。これ多分、ごぼうりで逆サイツ、ああ、取れたのか。うわっ、うわ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 、これやべえ、これやべえ、これやべえ。よいしょ。やばい。このね、あのもうスパーキーに仕事されたら俺は終わる。俺の人生終わる。オッケーオッケー、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃ仕事してる。オッケーオッケー、もうこれで、あ、やばいやばい、入ってない入ってない、よし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 、やばいやばいやばい、うまい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 、危ないから気をつけて。うわー、負けたー、もうなんで負けんのこれ。ちょっとマジアチャのあれが、ぶち抜きマジアチャが先般でしたね。やってもらった。はい、ってことで、ちょゴース引くことができなかったんで、練習、練習でね、練習ってどうやってやるんだっけこれ。あれなくなっちゃったんだっけ、あれって練習のやつ、これか、訓練キャンプですね。で、いや、見せたいな、本当は。あ、書店にない。訓練キャンプ。ちょ、待って、誰か今。ちょっと待ってね。ちょっと、行きたいと思います。で、トリトンないかな？ない。ない。ないですね、トリトンが。あった。こうやってゴーストこうやって出されるじゃないですか。こうやって通ってきて、こことかじゃなくて、ここなんですね。覚えてください。逆サイの、キングタワーの角の上ですね。角の上のマスですね。ここが、ゴーストとか、あと、ダックプリ、あと、ホグ、ジャイ、ゴブジャイ、すべてゴースト、あ、ゴーストじゃない、ゴレ。全部の位置をこことかですね。これは別に引っ張ってもあれなんですけど、範囲攻撃じゃないんで、こうやってやっても、おお、でもいっと。そう。もしかしたらランバーとかでもいけるかもしれないですね。ってな感じで、ゴーストとかは、あそこに出すと、範囲攻撃でね、パーンっていって、キングを起動できるんで、ハンターで、トルネなしでね、ハンターだけでキング起動できるんで。でそしたら、あとは真ん中ハンターやるだけで、
なんだろう、相手のね、そのキング起動をして、その3つのタワーからね、真ん中ハンターでピュッて引っ張ってきて、ゴレとかね、ジャイとかをその真ん中に集めて、3つのタワーから攻撃させてね、もう秒で溶かせるんで、トリトンの攻撃とでね、はい、なんで、おすすめです。キング起動した後は真ん中トリトン配置すると、俺がさっきね相手にやられたみたいに、あれは別にキング起動しなくてもね、結構な防衛力だったんですけど、してたらね、なおよしなんでね、そんな感じで工場とかホグもね、完璧に止められます、真ん中トリトンで。なんでね、おすすめですってことで、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、まあおさらいするとこれですね、4つで、まあ今スパーキーが一番多いんで、スパーキーにね勝ちにくいデッキはちょっとね NG かなという感じで、ホグクエイクとかね前回使ってた、あとはザップなしのね、ザップあったらいいんですけど、ザップなしの、ラバとかね、そこら辺はやっぱスパーキーにちょっと負けちゃうんで、まあ大型使うならザップとかライトニングを入れましょうって感じですね。なので今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。